こんにちは、ニケです。今日はですね、本で生きています。でね、本で食べていくのはカンジャンセウです。おそらく韓国料理好きな人の中でもカンジャンセウが好きっていう人が多いんじゃないかなと思って、味が染みついたね、エビ、そしてそれをお米と一緒に食べるっていうね、かなり絶品で好きな人もね、多いと思うメニューだと思います。そんなカンジャンセウを本殿でね、食べれる場所があって、そしてね、もちろん外国人の方もよく行くようなお店らしいので、店員さんも英語とか喋って、そのお店がこちらのソニョンシクタンっていう少年食堂っていう名前のお店ですね。もちろん一人ランチもできるので、早速ね、僕も一人でこちら入っていきます。それではカジャーン。こちらカンジャンセウランチで値段が1万ウォンです。中身としてはまずこちらエビが5本かな入っていて、そして丼にはふりかけとかネギとか、そしてフルーツといったみかんですかね、みかんとこれは卵系のものかな、あとサラダとコア、こういった形で早速ね、食べていきましょうか。でね、この上にこのエビを乗せていくんだけど、なんかね、中身見ていったら黄身とかこういった上の部分はね、崩しとこうかなって思って作業します。このエビたち、これを自分でハサミでカットしていきます。だいたい一口サイズにカットしていけばいいかな。それで切っていきますね。こんな形で、まあ全体的にカットできたら、とりあえず OK ですね。そしてそれらのエビをこの丼の上に乗せていきます。じゃーん、こんな形になるのかな、だいたいこんな風になるんじゃないかなって思う。それでは早速ね、こちら食べていきましょうか。じゃあもう消すみだー。ふりかけがね、かかってるのもいいなって思いながら、まずお米とエビたっぷりすくって食べていきます。エビが5本と、お米が丼、小ぶりっていうのかな、でも今量は5本じゃないかな、が入っていて、あとスープで、フルーツ、みかん1つに卵系の料理とサラダとたくあんが入ってますね。今回の定食にちょっと寒かったんでペリーかけます。そう、このお店ね、暖房とかがヒーターしかなくて、かなり寒かったので、そしたらね、そのヒーターを僕の方に向けてくれたんですね。もう全面的に買って、だいぶ嬉しかったんですけど、まあ僕一人だったんでね、その時は。まあそれを置いといて、じゃあどんな味がするんですかってなると思うんですよ。まず、エビに関してなんだけど、まあカンジャンセウ、醤油につけたエビっていう意味で、まあだいぶね、皆さんも言っていただいた通り、黒い見た目です。だから辛いのかなって、醤油の味がものすごく吸うのかなって見えるんだけど、程よい醤油の風味があるぐらいで、他はみりんではないんだけど、そういうちょっと甘めの風味がね、まあ5割ぐらいあるのかなっていう。だからね、醤油辛いとかはそういうのは一切ないですね。美味しい味付けになっているので、まあ、そのね、普通に美味しく食べれます。そのエビ単体だけでもね、まあ、いいと思うんだけど、今回ね、丼にふりかけかかってるんですよ。ご飯の上にふりかけかけて食べるだけでも美味しいじゃないですか。それが、
今回は普通にエビと一緒に、まあ、カンジャンセオと一緒に食べれるってことでね、さらに美味しくて、まあ、逆に言うとカンジャンセオとふりかけの食感がね、ものすごくなんかマッチしていて、いや、だいぶ美味しいなと思って今回食べ進めてます。そしてね、タレもね、まあ、最後の方ちょっとパーってかけてね食べてたんだけど、そのタレがもうご飯との相性良すぎてご飯がね止まんないです。僕も久しぶりにカンジャンセオ食べたけど、やっぱカンジャンセオって美味しいよねって改めて思いましたね。じゃあどういったとこがねポイントなのか3つ今回も説明していきます。まず1つ目は、韓国旅行初めてとかの方でも行きやすいんじゃないかなって思う。外国人のお客さんがよく行くような場所みたいので、まあ、店員さんも、ね、それに慣れてる感じだった。もちろん韓国人のね、男子学生5人組とか来てましたけどね。続いて2つ目のポイントは、本場のカンジャンセオを食べれるっていうところ。僕もねしっかりとは調べてないからねなんだけど、カンジャンセオのお店あんまり知らないなっていう思ったんですよ、この時。そんな中ね、ちゃんとね日本人も行きやすい場所でカンジャンセオを食べれるっていうのはだいぶいいポイントですね。そして最後に3つ目のポイントは、安い。日本で食べると普通に1000円を超えてくるので、価格が上がりまくってる韓国でも1万を約1000円ぐらい食べれるのは貴重だなって思いますね。そんなカンジャンセオの美味しいお店、シノーシクタンさん、今回も味、コスパ、接客、清潔感を星5段階に伸びていきます。それで発表すると、味5、コスパ4、接客5、清潔感3、そして総評結果は足、友達ついていきたいなって思うレベルですね。美味しいし、接客もいいし、まあ、清潔感は普通っていう感じだったけどね。だいぶすごい家庭的なね雰囲気ある店内してるから、まあ、そういった部分も楽しめるのかなって思う。じゃあもうおすすめだ。今回行った本でのソニョンシクタンさんは、まあ、本でかね、ちょっとだけ7本ぐらいはあるかと思うんだけど、なんかね裏本でではないんだけど、韓国人の方が行くようなエリアになってるから、あとね個人系っぽい会話もねたくさんあったから、ここでランチ食べてカフェ行ってショッピングとかねできるかなって思う。本でもね安い洋服屋さんとかも多いから、すごくね重宝する場所だなって思うので、こういった穴場っぽいところもねどんどん発掘していきますね。それではご視聴誠にありがとうございました。行ってほしいお店や食べてほしいものなどぜひねコメント欄に気軽に書いてください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。にょー。